はい、えー、皆さん今回もご視聴いただきまして誠にありがとうございますドドンニュースライブブルーレイネバーランドいよいよ今回でラストの曲になってしまうと思いますはいもうねあっという間に第一回目から始めさせていただいて今日で十八本目ですか 前回で流れ星の曲でね、えー、本編が終わりまして一回4人がですね「ありがとう」とこう下がってしまったところで今画面はですね青いライトでね、えー、覆い尽くされておりますこのメインのステージのところ青いライトが覆ってますけれども、えー、真っ暗な状態で皆さんファンの方が黄色いペンライトの色もね出てるところで一体この後どうなのか私も,もう見たことないんで。えー まあ、きっとアンコールがねあるんでしょうけれどもどういうふうに出てこられるのかどんなふうに終わるのか分かっておりませんが早速いってみたいと思いますはいネバーランド最終回の、えー、歌レポ歌レポってもねあんまり歌声の解説ちゃんとしてないですけどもねただただライブ映像を見てる人の、えー、動画 <laughs>、えー、それではいってみましょう 一体どんな感じでアンコールに繋がってくるのか？再生ポン。さあ、今映像が出てきました。歯車がいっぱい出てくる映像が出てきましたよ。ちょっとうちのブルーレイが今なんか変な回転しております。ちょっと待ってください。ギュン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 、なかなかこう映像が進んでいかない。歯車が動いて止まって動いて止まってってなってますけど、あ動き始めました。はい、この映像は後ろのステージの後ろのね。でっかいモニターの映像だったんですね。 それがピラッとこう開きました映像がですよ。さあミス i インポ o シブルネバーランドの世界最後まで楽しんでくれてありがとう。うん、このライブはとりあえずここまで。うん、でもネバーランドの旅は続いていきますと。そうそう。次回入る時の鍵はどうするかって、うん、この場所に来てくれたあなたにだけそっ とお教えしましまょういいね「ネバーランドの鍵それはニュースをずっと愛し続けてくれているあなたの心ですなのでこの鍵大切に持っていてくださいまたこの鍵を使うことになるまでニュースのみんなもあなたを愛しています 彼らはいつもあなたのそばにいます。あなたは一人じゃない。大きな温かい拍手がドームの会場を進んで URNOT ARONE。声もオッケー。東京の声を、思いを僕たちに届けてください。大きな声で一緒に歌うぞ。

今もここで見続けてます熱いよ増田君すごい。<で>手越君。すべててを諦めてすごいね手越君もう気持ち入ってる。着いた僕の中の弱虫笑ってたそれでもへいどこかで明日を諦めてないから今日もまた加藤君いいねキリッとした顔でいい声出てます。 何と語っている例えばこの声が届くならば誰おっみんなでこれお客さん歌ってんの叫ぶ全部詰め込んだこの先生を僕は誓うよ一切弾かないし一切はまさ君すごい 自分で決めた道の上全てをかけて笑えるようにやり抜くぞおあの子の僕は負けそうにマスター君とカード君向かい合って逃げて諦めたいわけはそれ楽でそして僕はまた自分に負けるもマスター君もやーってすごい 「そんな人はきっと他にいるそれでいいの」「目指す場所へ行くと決めた決めたんだろう」「サビで待ったお客さん確かな答えはどこにもないから探すんだ恐れないでその足で迷っていいわ」わお客さんは歌ってるよみんな。 何度も諦めるかって言えば今までの超えた意味が僕ら小山タオルを振ってあるじゃないかマスタックもすごい気持ち入ってます向かい風にほら立ち向かう加藤君どうも今日は皆さん本当にありがとうございましたネバーランドツアーこれで終わりますけど僕とみんなのネバーランドずっと続いていくからだからみんな一人じゃないからずっとニュースがいるから これからもニュースについてきてくださいありがとうございました家族いい小山君、今日はありがとうございました皆さんがつらかったり悲しい時は僕たちが支えたいですそれはいつも支えてくれてるからこれからも一緒に前々進んでいきましょうどうかニュースの応援をよろしくお願いしますと。上手だよ本当にさあマサくん今日は本当にどうもありがとうございました憧れのステージでパフォーマンスさせてもらえて本当に幸せでしたまた会える日を楽しみにしています ありがとうございました。いいね。もうすごいストレートでいいですよ。手越くん、この数週間、珍しくかなりどん底に落ちました。でも、いつもモチベーションはみんなの笑顔です。いつまでもついてきてください。どうもありがとうございました。うーん小山くん、カモン。さあ、おーで大合唱おーおーおー。もっともっと声出そうか、小山くん。 みんなの顔見えてるぞとおー泣いてる子いるよ <laughs> なんかわかるこれちょっと感動してすごい大合唱ですよ東京ドームなんかうるっとこ手越くんちょっと涙を拭うような動きに見えましたけどはうわすごい何の音もない本当お客さんの応だけおもうちょっと聞かせてと手越くん もうちょっと歌ってくれないと。すごい合唱。もう一回歌してと手越君。すごいね。ちょっと音量上げちゃう。 ちょっと音量上げてししままいましたよ例えばこんな声が届くならば誰でもいい聞こえますかおおすごいもう泣いてるよタオル、ね、分かるでもうおーすごい ももう一回歌うとどうも小山君この手越君がまた先導して「叩くならばなんすごいすごすごいすごいんですよ皆さんこれ私が歌っちゃったら意味ないよもうすごいお客さんうわすごい聞いたことないこんなこんな音源。 笑えるよ。ラストもう一回、もう一つ一緒になりましょう、小山君。はい、こんな声が。届くならば。ぜん。もう一回。音量上がったよ。でね。ラスト、もっともっと、小山君、おって。うわ、すごい。取りあがっ お客さん泣く気持ち分かるなんかこれはすごい最高だよマスタクイどうもありがとうみんな一人じゃないまたすがうぞすごいおー手越君来たあのひつまずいてしゃがみほんでしまうほどの痛みさえ加藤君駆け出した小山君 に変えてくんいけるようにあーどうが気が変わって下から火がボコボコ出てきましたよ花火がまあまあでもすごいまさくん足上げても腹筋ギュッと踏ん張って高い音ゃないかこの歌何これすごいね一切負けない生まれたいから今日までの 僕が見てる高ああ。少しずつ前の通路。トロー手越しく。また来るよ。大合唱です。また今度、王で。お、まさくんがネバーランドのタオルを掲げて。

シュポーンっていうねテープが最後お客さんの方に飛んでいきまして加藤君最後必ずまた会おうなと言って終わりましたけどいやすごい小山君今度映像になりました手越くんがね嘆きする映像加藤君と増田くんもいますみんなでこうねかわいい小石を着て映像の中で白いバッグでね こっちにご挨拶をしていや <laughs> これはすごい <laughs> さあ映像で扉がバタンと閉まりました鍵のところがくるっとなくなって鍵穴がね女の子は鍵を持ってますけども最後に鍵が出てきましたステージの下から出てきてフィンと画面に出ましたさあミスター・インポッシブルネバーランドの旅は 永遠に続くすごいすっごい以上をもちまして本日の公演はすべて終了しましたというこうねアナウンスがなってんですけどお客さんがね「わあ、わあじゃない多分「ニュース!」。 「ニュース」って言ってんじゃないすっごい声です皆さん「ニュース」「ニュース」じゃない?「ニュース」さあ今ね真ん中のステージのこう何で花道に来た真ん中のセンターステージのところにねまた鍵が一番最初にあった鍵がねまた出てきててそれ越しにメインのステージが映ってね綺麗な映像なんですけどお客さんってニュース「ニュース」「ニュース」 ニュースニュースって言ってますもうほとんど帰らないよアナウンス流れてるのにニュース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 はいそのねあ出てきた加藤くん出てきたそしてマスターくんそれからあら手越くん出てきたけども <laughs> 号泣だよ号泣 そしても,うもちろんね小山君もですけど4人で真ん中の花道歩いて皆さんのあったかい大きな拍手です増田君先頭でこう手を振って手越し君がもう号泣ですあら小山君も加藤君が今ね小山君の頭を撫でて 声こもこ泣いちゃったことでみんなキャーってなってますけど真ん中の今鍵のとこに来てる増田君奥手を掲げてね真ん中のお客さんのとこに来て手越く君パーカーかぶってもうね泣いてるんですよさっきも歌の最後にもねちょっと泣いてましたけどうわーみんな4人が出てきたらお客さんが「ニュースニュースニュース」 加藤くんもクッとね唇を噛んで小山くんも泣いています手越くんはずっと泣いていますパーカかーぶってね裾のんとこ裾すゃゃ大変これ上の上んとここもってあ加藤くんがシーッてやって一気に静かな手越くん泣いてます小山くんも泣いてるせーのありがとうございましたーと生声でみんなにありがとうございましたでもお客さんキヤーですよ 手越く君小山君が深くお辞儀をして加藤君がトントンと背中を叩いて松田君は笑顔でみんなの方に握手して手越く君 <laughs> しゃがんじゃったよもう立っていられないぐらい泣いてる大丈夫手越く君そんな <laughs> 小山君がおいどうした <laughs> どうした <laughs> といやーもう手越く君はねちょっとね まあ、私はそんな詳しく知らないですけどでちょっとまあ叩かれやすいキャラだったりするんでしょうねこの当時は分かんないですけどねまあ去年のこともあったけどねやっぱりこう,う私も全然今までジャニーズはちゃんと見てなかったからそういうイメージ正直あったんですけどやっぱこういうの見るとやっぱ本当にアイドルとしてお客さんに元気を届けようで真摯に向き合ってきたからこそねこのファンの人たちの大きな声援でこんだけ。 泣くのが止ま手越くんもやっぱ一人の人間ですからおお客さん歌いだしたよこの声が届くな誰でもいいお客さん歌ってるよ門藤くんも泣いてますよもう目が赤くなって。 誰が始めたかね、どっから歌い出すと決めたわけじゃないのに、また大合唱です、皆さん。さあ、それを聞きながらね、メンバーはメインのステージに歩いていって、拍手をして、メンバーもお客さんも皆さん拍手。手越く君がまたずっとタオル持ってるから <laughs>。はい、また改めて、左から小山君、手越し君、増田君、加藤君でもう一回。 4人で手をつないで上に上げてありがとうございましたとお辞儀をしてお客さんも大拍手ですさあ手越しく今やっとフードを取りまして大きく息を吐きましたおおまさくんもありがとうなーと家族もありがとうと手越しく泣いて小山も,も楽しくきれいな可愛い笑顔で手を振って うんね、加藤君はステゴシ君をポンポンと背中と頭を叩きながら最後加藤君とそして小山君が手を振って加藤君も最後バイバイとやってステージの中にセットの中に消えていきましたそして、うん、ブルーレイも暗転でございますあのー 私はね、映像、音声をこう見てますので、かなり黙ってしまった時間が長くてね、これを見てる方たちは、何しとんじゃっていう <laughs>、解説しろよっていうふうに思われる方もいたかもしれないですけど、あの <laughs>、私もちょっとね、もう感動ですよ、本当に。 なんでしょうねまあ今までこうね2曲ずつ3曲ずつで見てきて、まあ、通して一気にじゃないんですけどまあでもそのねライブとしてのこう構成であったりとか演出がもうすごいな私はもう十分、えー、見て感じましたしすごく楽しかったしでその最後の最後にあんな歌が待ってるこう読み方あってるのかな 一人じゃないよということだと思うんですけどもあんな合唱をね聞いたことない本当にまあこれ映像というかこうブルーレイで見てあんだけ響いてるってことはこれ会場にいたらねすごいことになったと思いますうんやっぱ人の声ってねまあ言ったらねいろんなギターとかピアノとか まあベースとかいろんな楽器ありますけど人の声ほど繊細ででそししてて美いい音ってないんですよねあの私もボイストレーナーをしていてねいろんな生徒さんがこうレッスンに来る時にどうしたって歌に自信がなかったりね自分の声があんまり好きじゃないですというような方がたくさん来られたりするんですけどもうねこの世の中でねもう皆さんもそうですけど自分の声と全く同じ声を出せる人っていうのはね世の中に一人もいないんですよ。 逆に言うと自分しかこの今の自分の声というのは出すことができずになおかつそれはどっかで買ってくるとかもというものじゃなくてもう生まれ持ったもう世界で唯一無二の皆さん声を持って普段お話をしたりね、まあ、カラオケで歌ったりする声というのはもうどの楽器にも変えられないもう最高の楽器なんですけどでそれがこのファンの方たちがね東京のドームだから5万人集まってあんなに合唱したらそれはいいに決まって てますよね、まあ、手越くんが私は想像以上にずっと泣いててちょっとびっくりしてしまいましたけどでも本当にねあの声のなんで響きというか迫力というのはねその4人は相当やっぱり感じてたと思いますしもう声というものだけじゃなくてきっとそこに乗っかってくるファンの方の気持ちとかねもくんでやっぱり聴けてると思うので。 いやこの映像は本当すごいはいもうねファンの子たちもこう合唱しながら泣いてたりとかしてそれ見るために私も本当にもうギリギリまで来てますけどうんいや良かったですまあ正直このね「ネバーランド」っていうライブブルーレイを購入して最後こういう気持ちになるってね正直思ってなかったですよ。 まあニュースというアイドルグループがえーお客さんねファンのお客さんと一緒にこうバーンと叫んで,叫んでじゃない歌って騒いでね盛り上がってっすごくいいことなんですけどで最後「ありがとうバイバイ」っていうねえそういう楽しいライブもちろん今回も楽しいライブなんですけどこんなに感動すると思いませんでした本当に素晴らしい。いということでえこの私がね「ネバーランド」っていう ライブ映像を見始めて今日で18本目今回でこの「ネバーランド」については最終回という形になりますけれどもえこれがね4部作の1番目だということを皆さんに教えていただいてますのでこの続きももうこれは見たいですもん私 <laughs> またあの2枚目もね購入を近々させていただきたいと思いますし えー、これをね、まあ、松田君もこの,この間 A スタジオこれをちょうどやってるこの解説を始めたぐらいの時にね TBS の A スタジオという番組に出て松田君がとにかくニュースのライブを見てほしいんだとで見てもうこれはこういうもんかって興味がないならしょうがないけど、えー、見てもらえないでそういうふうに思われるのはすごい嫌だと悔しいから見てほしいっていうお話をしてたみたいなんですけど私も本当にそう思います。はい、もう素晴らしかった、えー はい、もう余韻に浸ったまままとめになったか分かんないですけどもお話をさせていただいて今回はこれで終了とさせていただきたいと思います皆さん全18回ニュースのライブブルーレイネバーランドの私の解説を見ていただいて皆さん本当にありがとうございました先ほども言いましたけどまたね続きも絶対見させていただきたいと思いますしこれからまた年末年始で歌番組があった場合にですねニュースがまた 歌うこととももきっとあると思いますすので、でそんな時もですね、えー、非常に興味を持って私は、えー、テレビなどをね、見て歌を聴かせていただきたいと思いますのでまた解説などする時にはですね、えー、見ていただけたら嬉しいなというふうに思います。ということで改めまして皆さん本当に「ネバーランド」えー、私のまあなんだろう歌レポリアクション動画、えー、長々お付き合いいただきまして本当にありがとうございました。